Express train. A limited express ticket is needed in addition to a regular ticket. ずいぶん旧式で来たな。新式のコンセントがついてるやつがいいと思ったんですけど、これ近鉄で一番古いやつじゃないかな。古そうですよね。兵庫県北部の武田から特急列車浜風号で大阪に着き、その後焼肉をごちそうになって、ごちそうしてくれた中村さんに、じゃあ今日はお家に泊まるなと、そういう風に声をかけてくれたもらったんですが、ところが私もそのつもりでしたが、翌朝の待ち合わせの都合で今日中に名古屋まで行っていた方が都合がいいことが分かり、結局近鉄の特急に乗って2時間半名古屋に向かいました。名古屋の駅前にはこんな感じでインターネットカフェがあり、対抗口のところですが、これが多分一番安く滞在する方法なんじゃないかなと思います。ここはね、やたら空いてました。かなりびっくりしたんですよね。駅前だからもうちょっと混んでてもいいのになと思いましたけど、まあ空いてるなら空いてるで、別に特にこっちとしては困ったことはありません。こんな感じでシャワールームみたいなのがありまして、でそこにですね、これ上着をかけて今からシャワーに入るところなわけですけれど、300円ぐらい払うとネットカフェっていうのを貸してくれるんですよね。これで十分です。高い名古屋の周辺ってやっぱホテル高いんで、高いと精神衛生上良くないんですよね。これぐらいで十分ですよ。そして翌朝また名古屋駅の地下のね、なんエスカーとかなんて、そんな感じの名前ですけど、エスター忘れちゃった、そこにありますコメラコーヒーで小倉トーストを食べました。あそこでは飲み物を頼むと朝ごはんを無料でつけてくれます。そしてその後ガミさんと、それからトランペットさんと、まあ、鉄道チャンネルの方では有名な方と一緒に、ちょっと車に乗ってあちこち巡ろうということになりました。やってきたのは名古屋の、まあ、北東かな、そこにあります尾張瀬戸駅、名鉄線の駅、そこまで車で来ました。この尾張瀬戸駅ですが、別に鉄道を見にやってきたわけではありません。ここにあります瀬戸蔵ミュージアムというところへやってきたのです。ただその瀬戸蔵ミュージアムではちょっと昔の瀬戸の様子をいろいろと展示しておりまして、やはり名鉄線の車両はあったのですが、やはりメインの展示はこちらかと思います。これ瀬戸物です。日本では今瀬戸物と言いますと大体陶磁器一般を指しますが、しかし元々はここの地方でやっている瀬戸焼きという、その焼き物だけを指す言葉でした。このことは有名かと思います。こんな感じで作ってたんですね。瀬戸焼きはかなり歴史が長くて、安土桃山時代、室町時代、そのぐらいまでは特に流行っていたようですけれど、江戸時代ぐらいになると有田焼き、そっちがどうも結構推してきたんだそうです。どちらも似ているんですが、こういった瀬戸焼き、それから有田焼きなどについては、上薬といったと思いますけれど、この焼き物の表面にいろいろこういった飾り付けをしたり、それからそのまんまのね、土の感じではない素焼きではないような状態にコーティングをするガラス状のこの物質、これをこう形作る種類が様々いろいろあって、それでこの美しさを発揮しているのだそうでした。尾張瀬戸駅の昔の外観の様子も展示してました。今とは随分違いますね。そしてこちら、これはですね、パリ万国博覧会に出品していたらしい、そんなありがたい瀬戸物です。確かにこれは立派。あんな感じで縄の飾りまでこれで焼いてあります。こっちにもまた他の瀬戸物がずらりと並んでいます。こういうのも多分万博に出品したとか、そのレベルのものだと思いますが、五重の塔、赤い楼門、これはなんか和服を着た女性、なんか分かんないけど狩りみたいなやつ、これはスズメかな、随分強そうなクジャク張りのスズメです。これもまた傘を差した女性、どれを取ってもなるほど、これだったらば万博に出品しても日本代表として恥ずかしくない陶磁器の一群です。そしてこちらもまた大変重要な瀬戸物の一つ、あ、こういうのも焼き物なのか、確かにそう、陶器ですよね。今でもトイレって多分これは茶碗とかと一緒で洗いやすいからだと思いますけどね、綺麗にするのか、これだったら都合がいいからそういう風なもんでやってんだろうと思うんですけど、昔はこんなんだったんで、随分装飾が豪華です。ちなみに今回ですが、 JR の愛知デスティネーションキャンペーンという観光キャンペーンがここでも開催されており、私たちがここに来た理由の一つにはそれもあったのです。さてお昼ご飯はこれですよ、味噌カツですね。これで880円、大変ボリュームがあった、本当に美味しい、いい味噌カツでした。名古屋は食べ物も美味しく、そしてまた道が大変立派です。これですね、またそこから先移動する途中で映した光景ですが、こんな感じでもうどこがどうなってるのかよくわからないジャンクションのこう、まあ、もう網目のようにこんがらがっているという感じ、まさにこんがらがっています。名古屋市民、これはこのすごい道路を使えるのは幸運ですよね。さてその後特急信濃号15時発の列車に乗ることになりました。朝の9時ぐらいに名古屋に集合して、そして特急信濃まで、まあ、6時間ぐらいあちこちいたんですが、この後東京方面まで帰ることになります。普通東京までだったら新幹線で行くんですけど、今回は鉄道チャンネルの都合で新幹線ではなく、在来線の、まあ、中央線で帰ることになりました。中央線は山回りになっています。そして名古屋駅のホームの上にはこんな感じきしめん屋さんがあります。これ今ですね、鰹節も踊っている大変大変に美味しそうなところに容赦な
なく水をかけます。そうしないと冷めないからです。列車の発車までの短い時間で味わうにはもうこうするしかないので、しかし今回は本当に時間がなかったので、それだけでも足りず、あったかいきしめんしかないんで、ね、冷たいのないので一旦水で締めて完全に冷ましてからもう一回これで味をつけて食べるということをしました。これはあの名古屋のきしめんが好きな方にですね、少なからず、まあ、2、3件ぐらい苦情が来たような気がするんですけど、その方にはちょっと申し訳ないと思うんですが、しかし名古屋のこの美味しいなんていうの、このきしめんをですね、こうホーム上で一瞬で、この一瞬ででも食べたい、なんとかこのようなことをしてでも食べたいと思ったことの裏返しであると、まあ、そういうふうに捉えていただければいいかと思います。ちょっとそこで不愉快に思わせてしまった視聴者の方は、まあ、少しですけれどもすみませんでした。特急信濃号はこんな感じでスムーズに出発していきます。名古屋の街のこういうところを抜けていくと、やはり道路が立派であるということがよくわかります。これ別にトヨタ自動車その企業城下町であるかとかそういうことではなくて、この名古屋というのはもともと名古屋空襲の後、そこからの復興で当時の市長が、よしここにこれからはモータリゼーションの時代だろうから道路をしっかりと作っておくことが重要であるということですね、もうすごい求心力を発揮してそこで決断をし、そして実際にその計画にのっとって大規模な道路整備がされた結果、今でも名古屋市民は恵まれた道路事情、その恩恵を受けているということです。列車今名古屋の街の中心、結構ねこの辺りまで行く人も多いみたい、鶴舞というところにこれを通過しています。確かに利用者が多いですよね。この道路なんですけど、なんだっけ、なんかこう飛行場を作るつもりなのかとか、なんかそういう風な揶揄もされたとか、そういうことを聞きましたよ。おかげさまでこの立派な道路を自動車が本日も走り回り、名物名古屋走りも中では見られるかもしれません。この中央線の特急列車信濃号ですが、この列車は途中木曽路通過します。あのね、岐阜県ってあの東京から見ると愛知県よりも西にあるような気がするでしょ、多分そうだと思うんですけど、実はねあの愛知県から北上していきますと、まあ、北東の方向、名古屋の北東にも岐阜県はあるんですね。岐阜県ってちょっと愛知県をぐるっと少しだけ取り囲むような形をしておりますから、だから中央線でこの木曽路を通っていきますと、名古屋、愛知県を出て一旦岐阜県に入り、次に長野県に入っていくということになります。名古屋の街中でも結構スピードは出します。こうやって見てると名古屋の広い街ですが、ただやっぱり交通が少し、もしかしたら公共交通だけで全て回ると大変なのかな。あの愛知県って自動車の保有台数が確か全国で一番なんですよね。ただ台数が1台という、あの1番というだけで、1回あたりの保有台数は別に日本一とかではなかった。確かにそれ群馬県だったと思いますけど、あとはあれか、まあ、台数が多いからっていうこともあるんですけど、死亡事故の発生の件数が日本で1位なんだそうです。それはもちろん名古屋市民 その運転のマナーが、まあ、あまり良くないというか、マナーというかね、その運転しっかりやろうという意識が低いからということもあるでしょうけれど、台数が多いということもあって名古屋走り名古屋走りと、まあ、何でもかんでもですね、愛知県民の自動車の運転をこうあの揶揄するのはちょっとそれはかわいそうかなというような気もします。列車は山の中に入ってきました。信濃号の名物といえばこれです。進行方向右側よりは左側の方が景色がよく見えるような気がします。この木曽路はもともとは中山道 その通り道であり、草津から分岐をしてですね、それでずっとあの東海道ではない方、昔江戸時代の話ですけれど、長野県方面をぐるりと回って、そして大江戸日本橋山で向かっていた、その中山道が完全に通っていた道と一致しています。やはり木曽川沿いですからね、あの多少開けていて通りやすいというわけでしょう。あちこちで宿場町の跡を眺めながら信濃号で塩尻に着きました。塩尻も宿場町の一つです。ここからは同じく中央本線の特急列車あずさ号に乗って、そして東京からさらに横浜まで行って、大学に用事がありますので大学まで向かいます。この塩尻駅にはエレベーターを設置した関係で日本一狭い蕎麦屋となった、そんなお蕎麦屋さんがあります。信州蕎麦と書いてあって、これを開けますとこんな風になっております。勝手にお店 あのおばさんたちをですね撮影する人が多いんだそうで、それは私もさすがにできませんけどね。この人たちは肖像権がありますと当たり前の張り紙がされていました。私はそんなに失礼なことしますので、勝手に写したりなんかしませんからね。中央線の特急あずさ号は結構空いていました。空いてるのにもかかわらず、わざわざですね、あの混んでると私が勝手に思い込んでしまって、グリーン車の切符を買ったんで、なんかちょっとグリーン車をもったいない使い方をしたような気がします。なんだかんだ、そして名古屋から東京までの一番すごい景色、中央線の景色がこれだと思います。2時間半ほど特急あずさ号に揺られまして、普通のあずさ号の終点としている駅新宿に入るところで、東京都庁とか、それから確か専門学校がいろいろ入っている国運タワーとか、
まあ、様々なビルを見ることができます。反対側にも大ガードというものがありまして、歌舞伎町方面の夜景が本当に美しいものです。まあ、自分がその中に入っていきたいとは思わないんですよね。列車はそのままいろいろと重要な街を過ぎ去りまして、錦糸町の駅に着きました。ここからまあ、あとはただいろいろと乗り換えて大学へ向かうだけです。何の用事を済ませていたのかは言いませんけれど、別にそんな言えないことじゃないんですよ。言えないことじゃないですよ。ちょっと一応言わないことにしてる。そんな別に視聴者の皆さんにあれですよ、何かこういろいろと変な僕の想像力を引き立てるようなこと言っちゃったかもしれませんけど、まあ、大した用事ではありません。とりあえず時間はですねちょっと遅れてしまったんですけれど、まあでも大丈夫でした。ご視聴ありがとうございました。これで一応、ずっとぐるぐるとですね関東から関西まで行って名古屋に寄って帰ってくるという旅行は終わりです。